何千回何万回と転生を繰り返されることで、目には見えない心の傷を負い、魂に刻まれる。それは味わうためこの地球に来ただけ。心の空白、心の隙間を埋めてあげられるのは自分以外誰でもない。外側でもなく、他の誰かが癒してくれるものでもない。一時的に癒されたとしても、次へ次へと探し求める。東大元暮らし、一番近くて一番遠い存在、自分自身の中、自分を癒し愛することから全てが始まり動き出す。